緊迫する北朝鮮情勢、急速に進む少子高齢化、今我が国はまさに国難とも呼ぶべき課題に直面しています。国民の信任なくしてこの国難を乗り越えることはできません。先般の総選挙の結果、衆参両院の指名を得て引き続き内閣総理大臣の重責を担うこととなりました。安定的な政治基盤の下で政策をひたすらに実行せよ、これが総選挙で示された国民の意思であります。お約束した政策を一つ一つ実行に移し結果を出していく、全身全霊を傾け国民の負託に応えていくことを、この議場にいる自由民主党および公明党の連立与党の諸君とともに国民の皆様にお誓い申し上げます。我が国の未来を切り開くことができるのは政策です。そして政策の実行であります。この国会においてそれぞれの政策を大いに戦わせ、建設的な議論を行いながら国民のための政策を皆さん共に前に進めていこうではありませんか。今我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。国民の信任を背景に積極的な外交政策を展開してまいります。北朝鮮による我が国を飛び越える相次ぐミサイルの発射、核実験の強行は断じて容認できません。先般トランプ大統領が来日し、日米同盟の揺るぎない絆を世界に示しました。トランプ大統領は拉致被害者の一人一人の写真を真剣な眼差しで見つめながら、ご家族の思いのこもった訴えに熱心に耳を傾けてくれました。ご家族もご高齢となる中で、拉致被害者の方が再びふるさとの土を踏み、ご家族と抱き合うその日まで、私の使命は終わりません。北朝鮮の核・ミサイル問題、そして拉致問題を解決する。北朝鮮にその政策を変更させなければならない。そのために国際社会とともに、北朝鮮への圧力を一層強化してまいります。先日の APEC 東アジアサミットにおいても、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席をはじめ、各国首脳と北朝鮮問題に対する緊密な協力を確認いたしました。日中韓サミットを早期に開催し、3カ国の連携をさらに深めてまいります。北朝鮮による挑発がエスカレートする中にあって、あらゆる事態に備え、強固な日米同盟のもと、具体的行動を取っていく、ミサイル防衛体制をはじめとする我が国防衛力を強化し、国民の命と平和な暮らしを守るため、最善を尽くしてまいります。この5年間、アベノミクス改革の矢を放ち続け、雇用は185万人増えました。増加しました。この春、大学を卒業した皆さんの就職率は過去最高です。この2年間で正規雇用は79万人増え、正社員の有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超えました。この経済の成長軌道を確かなものとするため、今こそ最大の課題である少子高齢化の克服に向けて力強く踏み出す時であります。生産性革命、人づくり革命を断行いたします。来月新しい経済政策パッケージを策定し、速やかに実行に
移します。人工知能、ロボット、IoT、 生産性を劇的に押し上げるイノベーションを実践し、世界に帯同する生産性革命を牽引していく。2020年度までの3年間を生産性革命集中投資期間と位置づけ、人手不足に悩む中小小規模事業者も含め、企業による設備や人材への投資を力強く促します。大胆な税制、予算、規制改革、あらゆる施策を総動員することで、4年連続の賃金アップの勢いをさらに力強いものとし、デフレからの脱却を確実なものとしてまいります。人生100年時代を見据えた経済社会の在り方を大胆に構想し、我が国の経済社会システムの大改革に挑戦します。幼児教育の無償化を一気に進めます。2020年度までに3歳から5歳まで全ての子どもたちの幼稚園や保育園の費用を無償化します。0歳から2歳児も所得の低い世帯では無償化します。待機児童解消を目指す安倍内閣の決意は揺るぎません。本年6月に策定した子育て安心プランを前倒しし、2020年度までに32万人分の受け皿整備を進めます。どんなに貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば高校、高専にも専修学校、大学にも行くことができる、そういう日本に皆さんしていこうではありませんか。真に必要な子どもたちには高等教育を無償化します。いくつになっても誰にでも学び直しと新しいチャレンジの機会を確保する、そのためのリカレント教育を抜本的に拡充します。こうしたニーズに応え、人づくり革命を牽引する拠点として大学改革を進めてまいります。2020年代初頭までに50万人分の介護の受け皿を整備する、その大きな目標に向かって介護人材確保への取り組みを強化します。他の産業との賃金格差をなくしていくため、さらなる処遇改善を進めていきます。子育て、介護など現世代が抱える大きな不安を解消し、我が国の社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型へと大きく改革してまいります。女性が輝く社会、お年寄りも若者も障害や難病のある方も誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げます。再来年10月に引き上げが予定される消費税の使い道を見直し、子育て世代、子どもたちに大胆に投資していく。消費税による財源を子育て世代への投資と社会保障の安定化とにバランスよく充当することで、財政健全化も確実に実現してまいります。少子高齢化を乗り越え、我が国が力強く成長する道筋を皆さん共に描いていこうではありませんか。インドの広大な大地を日本が誇る新幹線が駆け抜ける。この9月、高速鉄道の建設がスタートしました。200回を超えるトップセールスが実を結び、インフラ輸出額は5年間で10兆円増加しました。我が国の高い技術やノウハウを世界に展開することで、少子高齢化の中でも大きく成長できるチャンスが広がります。自由で公正なルールに基づく経済圏を世界に
拡大していく。10カ国による TPP 協定の早期発効を目指します。合わせて RCEP が野心的な協定となるよう交渉をリードしてまいります。 EU との経済連携協定が4年以上に及ぶ粘り強い交渉の末、大枠合意に達しました。人口6億人、世界の GDP の3割を占める巨大な経済圏、アベノミクスの新しいエンジンです。農家の皆さんの不安や懸念にもしっかり向き合い、安心して再生産できるよう十分な対策を講じてまいります。水田のフル活用を図り、我が国の豊かな中山間地域、美しいふるさとを守り抜いてまいります。世界への挑戦は、手間暇かけてこしらえた質の高い日本の農林水産物にとって大きなチャンスです。農林水産物の輸出は本年も5年連続で過去最高を更新するペースで伸びています。40代以下の新規若手就農者は調査開始以来初めて3年連続で2万人を超えました。農政改革は町創生の大きな切り札です。年内に生産性向上に向けた抜本的な林業改革、水産業改革のプランを取りまとめます。農林水産業全体にわたって改革を展開し、若者が将来に夢や希望を持てる農林水産新時代を切り開いてまいります。東北の被災地では農地の8割以上が作付け可能となり、すべての漁港が復旧しました。原発事故で大きな被害を受けた福島では帰還困難区域を除き、ほぼすべての避難指示が解除されたことにつき、先月から中間貯蔵施設が稼働しました。除染土壌の搬入を進め、2020年には身近な場所から仮置き場をなくします。被災地の復興を一層加速するため、今後ともなりわいの復興、心の復興を力強く支援してまいります。本年も全国各地で自然災害が相次ぎました。地震災害の速やかな指定が可能となるよう、その運用を見直します。事前防災、減災対策に徹底して取り組み、国土強靭化を進めてまいります。自由民主党と公明党が野党として過ごしたあの3年3ヶ月、私たちはなぜ政権を失ったのか、痛切に反省し、国民の皆様の声に耳を傾けるところからスタートしました。全国各地で民主集会を行い、国民の皆様からの厳しい声を糧に政策を鍛え上げました。そしてその政策の実行にこの5年間、私たちは全力を尽くしてまいりました。日本の未来をしっかりと見据えながら、今何をなすべきか、与野党の枠を超えて建設的な政策論議を行い、共に前に進んでいこうではありませんか。共に知恵を出し合いながら、共に困難な課題に答えを出していく、そうした努力の中で憲法改正の議論も前に進むことができる、そう確信しています。政策の実行、実行、そして実行あるのみであります。我が国が直面する困難な課題に真正面から立ち向かい、共に日本の未来を
切り開いていこうではありませんか。ありがとうございました。